生物オウムが支配する滅亡寸前の未来世界、清らかな風の吹く風の谷に心優しい少女ナウシカがいた。人類は残り少ない資源を争って戦い合い、そのためにオウムの力を利用しようとしていた。愛し合う人は誰でも飛び方を知ってるものよ。風の谷のナウシカ、髪を軽くなびかせ、風の谷のナウシカ、眠る森を飛び越え、青空から舞い降りたら、優しく捕まえて。オウムを怒らせないで。オウムが怒ると世界は滅びる。生き物すべてを慈しむナウシカの愛と勇気が燃え上がる。詩純な愛と冒険にあふれたスペクタクルロマン、風の谷のナウシカ。